テゲバジャーの宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の一谷奈々です。この番組はテゲバことテゲバジャーの宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。さあ本日もよろしくお願いします。先週の初回放送もたどたどしかったんですけれども、多くの方に聞いていただきまして、ツイッターの方でも皆さんいろいろこうつぶやいてくださっていて、こう帰宅してからね、なんかこんなことを皆さん書いてくださってたんだって思いながらこう見たんですけれども、そういうこうハッシュタグテゲバとかテゲバ関連のツイートを、結構スタジアム DJ 決まってからというもの、私いいねをねするようになったんです。そしたらちょっと私のツイッター異変が起こっていて、今までだったらプとかジャニーズとかなんかそういうのばっかりトレンドとかね、おすすめのツイートで出てきてたんですけど、なんかここ数週間見たことないカタカナがめちゃめちゃ増えてきましてで、おそらくまあサッカー関連の用語だと思うんですけれども、例えば今朝だったらトレンドにチェルシーとかハットトリックとか入ってるんですよ今までだったら絶対に触れない言葉なんで、これは絶対サッカーのやつだよなと思いながらでね、まあせっかくね、チェルシーチェルシー雨っすよ、雨。え、それ関係ないですか？雨のチェルシーっす。いやでも押したらなんかサッカーのチームが出てくるだから、まあ、おすすめされてるので、しっかり私もまあチェックしないとなと思って、朝眠たい目でですねツイッターのサッカーのことを見てるんですけれどもまあこんな風に私もまだまだサッカー初心者ですので、本日もこの方に番組そして私をですねサポートしていただきたいと思います。テゲバジャール宮崎広報の鈴木さん、よろしくお願いします。お疲れ様です。先週は本当にありがとうございました。いやいや、いらなかったですよ僕。いやいやいや、もうどれだけ助けられたことか。聞き返してて、はい、あ、いらねえなと思ったんでいやいやいや、今日来るか悩みましたもん本当このね放送してるブースの横がテゲバジャール宮崎の事務所でして、ちょっと本日呼びに行かせていただきました。1時間だけ1時間だけ期限付き移籍します今日はねサンシャイン FM のスタジオの中からお届け。期限付き移籍って知ってます？期間限定で来るチームに来て。でかい、ありがとうございますそう、私聞きたいことがいろいろあって、ちょっとこれは鈴木さんに教えてもらおうと思ってたんですけど、なんかですよ、まあ、今日ゲストで、まあ、この後ね岡田選手登場していただきますけど、岡ちゃん、はい、またツイッターの話なんですけど、私の情報源ツイッターしかツイッターしかないんですか？ないんですけど、この前の鹿児島戦ですよ、はい、で、まあ、今日ゲストの岡田選手がゴールを決めたじゃないですか、はい、決めましたよ。そう、そしたらサポーターの皆さんみんなゴラッソゴラッソって言ってるんですよ。あー、ゴラッソっすよ。ゴラッソって何って思って。ゴラッソって何って言われても、いや、めっちゃいいシュートってことだよね。ゴラッソって何ですか？スーペルゴラッソみたいな。何語何語イタリア語じゃない？スーペルだったらそうですか、サッカーで多分スーペルだったらそうかもしれない。スーペルゴラッソはめっちゃスーペルって何え、みんな分からずに喋ってるんですか？え、みんな分からずにつぶやいてるんですか？スーペルは分からない。でもなんかゴラッソっていうみんな書いてたんですよ。イタリアとか疲れましたね逆に。でもゴラッソは、まあ、いいゴールみたいな。あ、ナイスゴールっていうことなんですね、うん、なんかカタカナでみんなゴラッソって書いてるから、ちょっとこれは確認しておきたいな。スペ語か。あ、スペイン語。英語か、本当にスペイン語なのかちょっとまあ分からなかったね。情報源ツイッターじゃないですか？大丈夫ですか？ヤフー知恵袋ですちょっと選手たちもいますけれども、知恵袋でね、まあ、分かる方もしサポーターの方でねいらっしゃったらぜひ教えてほしいんですけれども、あともう一つ聞きたいことがありまして。怖いな、なんか ちゃんと答えれなかったから。これまたツイッターなんですけどまたツイッター番組終了後のツイッター拝見してたら、なんか鈴木さん皆さんからジョニーって言われてません？いやそれマジ長くなるんで終わったら話しますいやでもなんかこれ語ったら本当1時間じゃ足りないんで尺みんな知ってるのに MC の私が知らないってちょっと良くないかなと思ったりもして。あれっすね、ミドルネームみたいなのあるじゃないですか。あ、間に入るやつですか？そうそうっす。え、クォーターとかってわかります？わかります。おじいちゃんが。あ、そう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 っす。え、そうなんですか？じゃないっすね。なんだそれ 100% っす僕日本人。はい。え、じゃあ何ですかジョニーって。だから長くなるんですよなんかすごい気になるんですけど。この番組は
先に行こうとしないでください。まあじゃあまたちょっと時間があるときに詳しくあのジョニーの話もお聞きしたいなと。やっぱスペイン語だ。スペイン語ですか。ゴラッソ。もう次から私じゃあいいゴール見たらゴラッソって言っていいですよね。でもあれでいいんじゃないですか、ゴールじゃなくてゴラッソスタジアム DJ。 日本で唯一じゃないですか、ゴールって言わないでゴラッソっていう女子スタジアム DJ。 めちゃめちゃ話題になりそうですけどね。やりましょう。怒られそうなので。そうですね、やめときます。さあということで、この番組ですね、テゲバサポーターのあなた、そしてまだそうではないあなたからの質問メッセージお待ちしております。メールはリクエストアットマークサン FM.co.jp、 サンシェン FM が聞けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージをお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールをしてください。またツイッターではハッシュタグテゲバをつけてぜひつぶやいてください。そしてですね、ツイッター限定勝手に1曲目予想で参加の方は番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやいてください。ハッシュタグ勝手に1曲目予想、こちら番組開始までの参加となっておりますのでご了承ください。もしね今日から聞いたという方おりましたらぜひ来週番組放送前までに今日の1曲目をね予想していただけたらなと思います。そしてなんと1曲目予想が当たった方にはですね、ゲスト選手のサイン入りステッカーをプレゼントしております。本日はまあね、あの岡田選手が来てくださってるということで、後で許可いただけたらサインをいただきたいなと思います。皆さん今日もぜひ最後までお楽しみください。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組、テゲバレイディオ J での挑戦。この番組はテゲバジャーロ宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社、宮工シティ、有限会社コギトの提供でお送りします。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。岬が会えば心も軽く、シュマスマです、友達の町、tirar a la puerta. Gol. Marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.皆さん当たりましたでしょうか。本日は山下達郎、アトムの子でした。これ当たってる方いらっしゃいましたかね。ちょっと今調べ中でまだわからないんですけれども、もしね当たった方がいらっしゃいましたら、この後サンシャイン FM の公式ツイッターの方から DM を送らせていただきます。サンシャイン FM のツイッターをフォローしてないとちょっと DM が送れませんので、当たったわという方はサンシャイン FM のツイッターフォローの方よろしくお願いします。そしてですね、なぜまあこの曲だったのかと言いますと、本日鉄腕アトムの誕生日だそうでして、そちらにちなんで選曲いたしました。実際に山下達郎さんが鉄腕アトムをモチーフに作った楽曲だそうで、なんとアルバム完成の10日前によし作ろうと思い立って徹夜で作ったらしいです。徹夜のアトムですね。おおそういうあれじゃないですか今、まあまあ、餌撒いたんじゃないですか。ちょっと振った感はありましたけど。さあ、あのということで本日の1曲目予想でした。早速ここからはテゲバプレイバックなんですが、
もちろんここからはゲストプレイヤーの選手と一緒にお届けしていきたいと思います。では自己紹介お願いします。はい、テゲバジャロ宮崎背番号31番岡田由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか噂によるとラジオが好きだそうです。あ、はい、趣味はラジオですね。ラジオ出るのは趣味ラジオあのラジオ出るのは初めてです。初めてなのでめちゃくちゃ緊張してます。え、出るの初めてなの？初めてです。あ、出てるんじゃないの？はい、出てるんじゃないの？出てない。町田の時とか。あー、出てないですね。出てそうですけどね。てっきり出てるもんだと思ってあんま緊張してる感じも見受けられないですけど。いやいや、もう試合より緊張します。自分が好きなものに出るので試合より緊張します。なるほどね、はい、逆になるほどですよ。聞きすぎてるとこう意識してしまうんですか、ね、あ、そうです。ただ1位リスナーで楽しんでたんですけど。そういうことなんです。だから僕らがサッカーするのってもうね、はい、当たり前っちゃ当たり前だから。あー、そっか、はい、別世界にこう入ってるわけですもんね、今ラジオっていう。憧れとかやっぱも強いし、この中で自分が喋るってなると思う。緊張します。それを回すナナさんですよ。頑張ってください。いやいや、よろしくお願いします。プレッシャーをやめてくださいよ。まだね、番組40分ほどありますのでぜひお付き合いの方よろしくお願いします。お願いします。では早速ここからテゲバプレイバックです。今日は4月3日に行われました明治安田生命 J3 リーグ第4節テゲバジャーロ宮崎対鹿児島ユナイテッド FC との試合をプレイバックします。スターティングメンバーはゴールキーパー上田、ディフェンダー青山、神野、大、辛坊、ミッドフィルダー下沢、千葉、徳永、フォワード西田、工藤、岡田でした。前節はアウェーで負けた、悔しい負けを喫してしまいましたテゲバジャーロ宮崎、鹿児島との南九州ダービーにジャガヒでも勝って勢いに乗りたいところです。スタジアムはテゲバ鹿児島のサポーターが多く詰めかけ、ユニスタの動員最多の2700人を今回記録しました。私ですね、スタジアム DJ デビューだったんですけど、朝から音響テストとかでピッチとかにいたりして、やっぱこう試合前から人がこう続々と来てる感じをとても感じまして、なんかいい雰囲気でしたよね朝から。そうっすね。で、鈴木さんとか運営だったから大変だったんじゃないですか。まあいつも通りプラスアルファぐらいですかね。ああ、まあ、ちょっといつもより大変だったかなぐらいですか。まあ、人多かったんで、多かったですね。まあ、ありがたい話ですけど、やっぱ鹿児島からね多く来てましたもんね。すごかったですね。すごかったですね。黒船襲来でしたよ一面青い感じで、ね、染まってましたけれども、岡田選手はもちろん南九州ダービー初のゲームとなりましたが、試合前の雰囲気はいかがでしたか。そうですね、あのバスではい、スタジアム入る時から、はい、もう鹿児島のサポーターの皆さんの大行列がまず見えて、うん、で近づくにつれてあのテゲバのサポーターの皆さんの表情見れて、はい、この人数にびっくりしました。やっぱ2700、ちょっとなかなかねこれまで体験してないような規模、ホーム戦では人数だったと思います。そしてテゲバに加入して初スタメン、どんな気持ちで入場しましたか。やはりスタメンで出るっていうのは特別だなっていうのが、試合の日になって分かりました。これまで途中出場でもちろんチームの勝利に貢献しようと思っていろんな準備を想定しましたけど、はい、スタメンで出るからにはこう最初からやっぱ自分の力だったりパフォーマンスで、流れを作っていくっていう部分で、うんうん、緊張感と同時に高揚感というか、やってやろうっていう気持ちもすごくあって、いろんな意味でこうワクワクしていましたね。そんな緊張の第一戦を早速振り返っていきたいと思います。お互いの熱い気持ちがぶつかり合う90分、まずは前半いい攻撃をいくつも見せたのはテゲバ。右サイドからの組み立てやショートカウンターなどで相手ゴールに迫ります。しかし徳永選手が放った2度のシュートなどテゲバに立ちはだかったのは鹿児島のゴールキーパー白坂選手。ゴールを上げることができずに前半終了、0対0で折り返します。前半の戦い振り返っていかがですか。まず鹿児島に陣地を変えられたんですね。風がその日強かったので、はい、で僕ら、風下で前半迎えたんですけど、うん、その中でもやっぱりこう風下だとなかなか相手の攻撃を受けるっていうのが多いんですけど、まさに相模原戦なんかそうで、うん、ただその中で風下の中でもあれだけ圧倒できたっていうのは、自分としてもチームとしてもハーフタイムの雰囲気なんか見てもまだまだいけるぞっていうような、すごくこう攻勢に出た前半だったんじゃないかなと思います。なんかこう見てる側も思わず声が出てしまうような惜しいシーンも鈴木さんいくつかありましたね。
ですね。徳永のシュートとかは、うん、あとあれっすよ、神野の、はい、うん、バーチャル撃のね、はい、あれ誰だっけ、ユキクロスは僕ですかね、クロス、はい、ユキがクロスして、やべ、ユキって言った、あ、岡田選手がクロスしてクロス上げて、はい、工藤選手かね、ちょっと引っ張られてたの、徳永ニアで潰したの、ね、徳永だっけ、はい、それでちょっとコース変わって上野のとこ、はい、上野選手のとこ行って、うん、ってのでちょっとあれだったかもしれないですね。あのシーンも放送席もうーってね、なってましたよね。すごい古巣にね、点決めたかったと思いますけど、うん、あ、結構燃えてました ね、やっぱり、はい、うんうん、まあ、前半も結構ね、惜しいシーンもいくつかありまして、後半振り返っていきたいと思います。後半は風上に立ってさらにゲームを優位に進めていきたいテゲバでしたが、アウェー鹿児島が積極的に攻め立て、後半始まって5分過ぎ相手に先制を許してしまいます。この失点シーン、岡田選手はどう見ましたか？これは僕がボールをあのロストしたんですね。そこからのカウンターで、あの相手に滑った、まあ、そうですね、滑ったね、はい、なのですごく責任も感じましたし、だからこそこう自分の力で何としてもあの逆転まで持っていきたいというふうにはあのすごく強くマインドを切り替えたのを覚えてます。うん、なるほど。まあ、追いつきたいテゲバジャーロ宮崎、69分、下沢選手に代わって北村選手がピッチへ。するとその直後、千部選手、徳永選手とパスをつないで、徳永選手から岡田選手へ。岡田選手がペナルティーエリア外から狙いすましたシュートが見事に決まり、1対1の同点となりました。この同点ゴール素晴らしかったですね。 ありがとうございます。どんな気持ちでしたか？あの本当に徳永選手からいいパスが足元にズバッときたのと、あと僕の後ろであのカイリー慎吾選手がオーバーラップで後ろ回ってくれていて、でそれによって相手ディフェンダーが少し反応したんですね、うん、それによって自分の前の景色が見えて、まあ、あとは思いっきり振り抜いて、自分でもこう最初決まった時は分かんなかったんですけど、はい、とにかく思い切って打ったっていう感じです。なるほど、結構連携が取れた上での、まあ、シュートだった、はい、という感じで、ね、鈴木さんこのシーンどう見てましたか？そうですね、はい、まず徳永選手のパスが、まあ、その新保選手が回ったって言ったんですけど、はい、新保選手に出すこともできるんですよね、言ったら、うんうん、外に、まあ、そっちは楽なんですけど、うんうん、それをあえてやっぱ岡田選手のところにしっかりゴールに近い方に出したん で、 あ、でなおかつその新保選手が回ることによって、まあ、言ってましたけど、やっぱディフェンスが回る人に出されたらそっちついていかなきゃいけないんで、あんまボールに寄せれないんですよ。なるほど。でもファーストタッチ多分足裏じゃなかった、いや最初止めて2個目か、はい、2個目でも足裏使った時に、うん、あ、もう打つなとは思ってたっすけど、でも回ってくれてたんで、やっぱコースが空いてるんで、でもまあファーにキーパーも予測ある程度しますけど、ああいう状況で、でもそれでも届かないぐらいやっぱもう綺麗なコースだったんで、スーパーゴラッソですねこれがゴラッソなんですね、はい、ここからはダービーならではの攻防が続く展開になります。85分には綿引選手、三村選手、佐藤選手と3枚替えで1点を取りに行くテゲバ。相手の攻撃にはゴールキーパー上田選手が好セーブを見せ、ディフェンス陣も懸命に守ります。結局試合は1対1のまま終了となり、白熱の南九州ダービーは引き分けで勝ち点1を得る結果となりました。さあ岡田選手、試合全体を振り返ってみていかがでしたか？そうですね、本当にあのサポーターの皆さんが作ってくださった熱い雰囲気のまま熱い戦いの中で、選手たちはやっぱり勝ち切りたかったなっていう、正直に思うような試合で、僕自身も、もう1点であったりもう 2,3 点、取っていけるような力をつけて、あの勝利につながるようなゴールを決めたいなというふうに強く感じた試合でした。試合終了のタイミングで選手の皆さんこう膝をつくというか、こう悔しがってるのがすごい印象的だったんですけれども、鈴木さんは振り返ってみて試合全体どう映ってますか？そうですね、まずやっぱああいう雰囲気を作り出してくれたお互いのファンサポーターに、まあ、僕は出てないですけど感謝したいというか、まあ、自分がもし選手だったらすごいかなり気持ちいいというか、はい、っていう中での試合だったので、まあ、本当にダービーにふさわしい試合だったんじゃないかなっていう、まあ、それで勝ち点3取れれば一番良かったですけど、まあ、でも選手も 100%
100% でやってるのがすごい見えたので、うんうん、運営してるこっちもなんか頑張ろうって思えるような試合でしたね、うん、パワーをもらうサポーターの皆さんもやっぱ勝ちたかった気持ちはね同じなんじゃないのかなと思います。次節は4月10日アウェーで松本山雅 FC との試合です。次節の意気込みを岡田選手お願いします。そうですね、松本山雅は去年 J2 にいて、J1 にも所属したことがあって、こう格上っていう風にインタビュー聞かれたんですけど、僕自身全くそんなこと思ってなくて、今シーズン僕まだ短いですけどテゲバで1ヶ月プレーする中で、もうこれはどのチームにも勝てるなっていうのはすごく感じるところで、もう全く格下とそんなこと思わずにどんな相手でも食ってやろうっていうような気持ちでいくべきだと思うので、そういった熱い思いを、テゲバの勢いを示すような試合になればいいのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。この試合はアミュプラザ前の大型ビジョン宮崎アミュビジョンでパブリックビューイングを実施します。詳細は後半のテゲバコネクトでもお伝えします。サポーターの皆さん、宮崎県民の皆さんそのままいいんですよ。ちょっともう一回やらせてください。サポーターの皆さん宮崎県民の皆さん、パブリックビューイングでぜひ熱い応援をよろしくお願いします。以上、テゲバプレイバックのコーナーでした。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは明光社にご相談ください。明光社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 Tポイントも使えます。新富町といえば、レンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。宮崎全力応援番組テゲバレディオ J での挑戦、ここからはテゲバフェイスをお届けしていきます。本日のゲストはテゲバジャーロ宮崎背番号31番岡田裕樹選手です。よろしくお願いします。岡田裕樹です、よろしくお願いします。ポジションってどっちなんですか？ミッドフィルダーなんですか？フォワードなんですか？ホームページだとそうなってましたね。でもこの前の試合は左ウィングなのでフォワードに当たるポジションなので。おー、なるほど。なんかちょっと分かんないんですか？ここから何かこう登録上は MF っすね、ミッドフィールダーですけど、はい、この前のポジションだとフォワードになるんで、はい、変えるんですよ。で、私あんまりよく分かってないんですけど、登録されてるところで出ないといけないわけではないんですか？その試合ごとに位置を変えてもいい？あ、変えれるっす、変えれるっす。おー、なるほど。じゃあ、 まあその時の調子とかを見てどこにみたいな。そうですね、感じなんですね。誰だろうな、分かりやすいのだと大隈選手とかボランチですけど、はいはい、去年とか左サイドバックやったりとかだったんで、ミッドフィルダーからディフェンスになったりとか。ボランチってチブ選手、あ、テゲバ、アンカーじゃないですか？アンカー、あ、でもそっか、うちのボランチ去年がね、ちょっとやばい混乱するね。ボランチにアンカーってもうちょっとカタカナが連発してますけれども、だいたいカタカナですか、サッカーもしよかったら来週から鈴木さん、何かこうテゲバに関わるサッカークイズみたいなコーナーやってくださいますか？これなんか、なんか言ったじゃないですか、各ゲストに問題出してもらうって、はい、そう、なんかこう私
のためというよりはリスナーの方でもサポーターさんでも意外とこうサッカー初心者って方もいらっしゃるかもしれないし、うん、私サッカーわからないって言えない方ももしかしたらいるかもしれないから、なるほど、私のためというよりはその人たちのためという、僕なんかずっといる体なんですか、もういつでも卒業できる一人立ちしたら、いやいや私の中ではもうレギュラーのつもりでいますけどいつでも巣立てるんで、いや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 巣立たせない、巣立たせない一人前で頑張ってくださいよいやいや今後ともよろしくお願いしますさあ一通ですねメッセージ届いておりまして、ラジオネームゆうさんからいただいております。岡田くん聞いてるよ、緊張してるということで、ちょっと子供さんのお写真ですかね。はい、これ町田の時1年目から僕を応援してくれてる岡田優くんというサポーターの、ほぼほぼ一緒な、おい、そうです、すごい、全然親戚とかで思うの、あ、もう全然全然そんなことそんなことあってか、はい、逆に親戚でそんな近づけないですその前でもなんかこうスケッチブックにねいろいろ書いてくださって嬉しいですね、はい、ありがたいですね、ありがとうございます。他にもメッセージいただいてるのでまた番組後半でご紹介したいと思います。さあここからはですね、先週から私一谷奈々の名前にかけまして新コーナー始まっております。お一谷から選手へ聞きたい7つの質問ということで、本日も第2回岡田優輝選手編7つ質問を準備してまいりました。早速よろしいでしょうか。はい、お願いします。ズバズバッと答えていただけたらなとこの前大選手の時は長くなりすぎて、ね、最後の方も怒られました。即答即答即答まあでも全然長くても、はい、全部鈴木さんが調整してくれるので問題ないです。頑張りますでは早速第1問、1問というか1つ目のクイズでもない質問をさせていただきます、はい、手際の印象はということで、まあ、今年からね新加入ですけれども、手際入ってみてどうですか。まず攻撃的なチームだなっていうのが大きな印象、あとは真面目な選手が多いなっていうのが、はい、印象ですね。やっぱ紳士っていうのがスローガンでもありますしね、はい、こう宮崎に行くって決まった時ってどんな気持ちでしたか。そうですね、あの少しイレギュラーな状態で加入することになって、はい、途中からではあったので、まずはプレーでしっかりと自分ってこういう選手なんだっていう風に示そうっていう風に思ったのが一番の気持ちでしたね、うん、なるほど。テゲバジャーロ宮崎のことは知ってたんですか。その去年の快進撃を、はい、少し陰ながら見ていたので。なるほど。もちろん、はい、存じておりました。こう鈴木さんたちこうテゲバ側から見て岡田選手どういう印象ですか。今1ヶ月経ちましたけれども、トレーニングマッチに来られてて、はい、なんかうちの選手にはいないタイプだなっていうのが、まあ、プレーの第一印象ですけど。それはどの辺が。なんかドリブルでなんかキュンキュン行く感じ、不思議な感じがしました僕の中。なんかキュンキュン不思議な。渡辺亮って知ってますちょっとすいません。去年までいた選手なんですけど、はい、はいはいはい、はい、今バンラーレ八の日にいる、はい、もうなんか不思議なドリブルというか。なるほど。そういうなんか近しいものを感じる。近しい、まあドリブルがすごいっていう僕はイメージでしたね。うーん、あとは負けず嫌いそう。50の質問にもね書かれてましたもんね、はい、自分は負けず嫌いだと。負けず嫌いですね、はい、実際負けず嫌いなんですね。ちょっとしたリカバリーでの練習でのゲームとかも絶対勝ちたいと思って全力をみんな手抜いてる中やっちゃうタイプですまあこのまたじゃあメラメラとした投資がテゲバにいい勢いをね与えてくれる感じですね。あとは、はい、僕候補なんで、はい、加入が決まった時とかリリースするんですけど、はい、コメントもらったりとか、うんうん、こういうのやるんで、例えば加入して宮崎来たら写真撮影しますとか、はい、でそういうのやり取りするんですけど、はい、まあ、その辺なんかしっかり対応してくれるんで真面目だなって思いました。真面目で負けず嫌いでドリブルキュンキュンだからめっちゃいいじゃないですか。今のところ弱点ないんですよね。だから弱点を探してんすよ今だから弱点はこの前の試合で滑ったとこかな
なんかじゃあ今日のラジオで弱点が出たらいいですね。出たら別に出なくていいんですけど、なんか1個ぐらいそれで聞いちゃうみたいな。今のところ使ってないですねちょっとそれ掘り下げていき、後半プライベートなこともね聞いていきますので、じゃあ続いて2つ目の質問、サッカーを始めたきっかけをちょっと教えていただけませんか。これは幼稚園の頃に僕が仲良かった友達がサッカーを始めたのを見て、うん、その友達と一緒にやりたいということで、その幼稚園のサッカークラブに入ったのが始めたきっかけですね。幼稚園というと何歳ぐらいですか。5歳ですかね、はい、それぐらいだと思います。5歳6歳だと思います。それからもずっとサッカー一筋で。そうですね、はい。川崎フロンターレの、はい、まあ、アカデミーにいらっしゃったということですけれども、ずっとそれは地元のトップアカデミーみたいな感じですよね。そうですね、はい。なんか良さってどんなところでしたか。そこで高崎さんと、はい、3年間、その10歳で加入してから12歳まで、はい、と、ユースでの1年間、うん、ビシバシ鍛えられてというところですね、はい、今にもつながるものを、まあ、得た学生時代って感じ。そうですね、今と何も変わらないですねじゃあ続いて3問目なんですけれども、早稲田大学で、まあ、キャプテンをされていたという情報を私入手いたしまして、サッカー部でキャプテンって大変だと思うんですけど、結構こう振り返ってもらって、こう学生時代大学時代のサッカーどんなことが大変だったのかなとかちょっとお聞きしたいなと思っております。そうですね、やっぱりチームの方向を決めるっていうのが大変だったなっていうふうに思いますね。やっぱ人数何人ぐらいいたんですか。人数はだいたい1学年20人ちょっとなので、トータルで100人いくかいかないかぐらいなんですけど、やっぱりこうバスターに来る人間みんなプライドも高く、こう自我も強いのでそういった人間をこう一つの方向に、そうですよね、方向性を決めてリードするっていうのがすごく大変だったなって。ほんで毎日戦争のつもりで立ち向かってたのを今質問をされて思い出しますね。だから鈴木さんからこう手際に入った岡田選手見て、こうやっぱりリーダーシップあるなとか感じる瞬間とかあります。リーダーシップ、まあでも年齢的にまだ中堅とかぐらいなんで、うん、はい、まあ大選手とか、そうですよね、ベテランとかが いる中でも、でもやっぱ自分をしっかり出せるタイプの選手なんで、うん、まあ、でもそういう選手がいるから逆に大選手とかは助かってるとは思いますけど、で本当になんかそういうプライド高い選手とか大学とかだとめちゃめちゃいるんで、あ、なんかちょっと自分に矢印向いてない選手とか、そういう選手も見捨てないって言ったらあれですけど、うんうん、やっぱそういうのもしっかり同じ方向を向かせるのがやっぱキャプテンの務めなんで、自分だけプレーしてればいいってわけじゃないじゃないですか、キャプテンって。確かに全体を見てないといけないわけですもんね、はい、全体を見なきゃいけないし、でも自分が常に 100% 出さないと背中でも見せなきゃいけないしって、うんうん、僕は無理ですね、絶対やんないです、そういうの僕は無理、僕は無理です。岡田選手はやりきったやりきった、やっぱ弱点なさげですね。ないです、今んとこないです。まずいですね、この作らずにこのままあと20分ぐらいいけたらいいですね見つけ出すかさあでは4つ目の質問いきたいと思います。ちょっとプライベートなことも聞いていきたいなということで、趣味ありますか。趣味はもうバッチリラジオです今日なんか T シャツも持参してくださってますね。見たいですね。そちらはデッククリンパプレゼント佐藤光晴の邪魔しないラジオの T シャツを。他局めっちゃ他局のラジオがっつり他局で申し訳ないですけど、ね、T シャツを着ていつもお世話になってる佐藤光晴さんのラジオの T シャツ。どこのラジオ。インターFMの。じゃあ町田の時代にお世話になった番組のなんかプロデュースとかされてます。ああ、いやもう全然そんなもう趣味で聞いてそれがすごい、そんなこと関係なく、はい、鈴木さんが勝負服で今日来いっていうことだったので。いや最近言ってるんですよ、新加入の選手には服装とかって言われて、はい、もう全然私服で、あ、勝負服服でみたいな冗談マジですけど。わ、なるほど。なんかスタジオには持ってきてないですけど、もう一着持ち込んでくださってません。はい、あれ
何でしたっけ、佐久間信之さんのオールダイの日本ゼロのロースローパーカーっていう、これもグッズなんですけど、かっついて結構あれじゃないですか、レアなという、レアというか、どうですか、そのイベントグッズですね。マジのあれじゃない、ラジオオタクですね、サッカーファンみたいな感じです、ね、あでも本当そうです、本当そうです、はい、普段どういう番組聞いてるんですか。あもうこのジャマーラジ、あとオールナイトニッポンですかね、はい、だいたい毎日何かしら毎日聞いてる、はい、聞いて番宣したらいいんじゃないですか、聞いてくれる。ちなみにサンシャイン FM 聞いたことあります。あもうタカさんの出演回答そこかそこか、大選手のちょっと聞いたんですけど、前回だな、聞かれてる な、まあ、最近は聞いてくださってる、はい、こっち来てくるっていう風に決まってからリサーチをして。なるほど、奈良さんもやってるっすね。私も昼にやってるんで、はい、ちょっと聞いてほしいですね、せっかくだったら何曜日、金曜日にやって、明日のお昼なんで何時っす。12時からやっております。あじゃあもう練習終わってスピーカー持ち込んで、まあ、ぜひね、ちょっとサンシャイン FM も頑張ってますので、はい、ラジオ好きな岡田選手に響く番組を作れるようちょっと精一杯頑張ってまいります。そのうちあるんじゃないですか、もう乗っ取られそうな気がしますね。いや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 、もうそんな全然、もでも AJ ありですよね、選手がなんか夜中に一人に喋ってるらしいとかあったら。あやりたいっていう人がいるんですか。なんか結構選手の方でも喋るのが好きとか、生きる青山、ああ石井選手も言ってましたね、はいはい、なんかレギュラーは乗ろっかって言われました。MC の座狙われてでもね、なんかそういうサッカー選手、テゲバの選手でなんかマニアックな話とかする番組もね、いつかできたら面白いですよね。スポンサーをゲットしなきゃいけないですね。まあ岡田選手がいれば大丈夫じゃないですかね大丈夫だ。でも僕はもう一リスナーでもう十分です。もう自分が喋るなんてもう想像できないですね。だから逆にすごいと思います、喋やりたいっていう。今でも流暢に喋ってますからね。いけるんじゃないですか。弱点ないっすね今の。まずいですね、もう4問終わって、じゃちょっと5問目いきたいと思います。好きなアーティスト、試合前によく聴く曲があったら教えてください。はい、好きなアーティスト星野源さんで、はい、試合前よく聴くのはその時にもやります。基本的にはあの洋楽を流してます。あんまりこう日本語で、うん、頭に回っちゃうと集中できないなっていうのが、はい、なるほど、ここまで経験してて感じることなので、結構リズムで乗っていけるようなアップテンポな洋楽を流していることが試合前多いですね。体でまあビートを感じるじゃないですけどそこまでこう専門的な感じじゃないですけどなんとなくその方が居心地いいなっていうのは。なるほどなるほど。前回ケンニさんが言ってたのすごく共感できる。バラードとかっておっしゃってましたよね前回。あ、漫画聞きたくないっていう風に、集中、携帯触らずに集中したいっておっしゃってて、ってすごくそれは僕も共感できる部分ですね。なるほど。結構じゃあバスの中では静かにしてる。そうですね、はい、なるべく考えないように、うーん、自然体で試合に臨めるようにっていうのが一番だなっていうのは、これまでまだこう短いですけど試合重ねていく中で自分な今の自分なりのいろいろ試してきたんですか。じゃあそうですね、いろいろ音楽聴かずにとか、音楽もあのいろんなジャンル流してきましたけど、あとはルーティーンはちょっとない方が自分にとってはいいのかなっていう感じ。意外とそっちの方が多いかもねルーティーンない人の体育磨くって前回言ってた。それはもうマストっすね僕はめちゃめちゃ多い人いるじゃないですか、前日からこれしてこれしてこれしてみたいな、はい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 、あれマジすげえなって思いますけど。ないルーティンがないことのメリットってどんなところにあるんですか。それをやらなければっていう風になると少し息苦しくなるのかなっていうの、 あとそれできなかった時にそうか、うわ今日はあれやってねみたいなのが、はい、できるだけ少ない方がいいという、はい、なるほど。その日によってちょっと状態違ったりするので、うーん、そこに無理やり合わせ、あの一つに合わせていくより自然体で臨む方がいいのかなっていうのは、はい、今感じてます。まあ、好きなアーティストは星野源さんということで、はい、6問目、オフの日何をしてますか。ホームページにはゆっくり生活をするっていうふうに書いたんですけど、はい、日頃やっぱり練習行くまでだと朝バタバタしてしまったり、はい、あとはなかなか掃除できなかったり、う
するのでオフの日にゆっくり時間をかけて一つ一つの生活をするっていうことを大事にしてます。なんか結構自炊もされてるということで。はい、宮崎に来てからはほぼほぼ毎日自炊してます。おさっき何作ったんでしたっけ。さっき親子丼を作ってきました。うお弱点がない。 YouTube でちょっとあの料理動画を見て。弱点ないな。出ます。宮崎は暮らしやすいですか。あもう素晴らしいところですね。もっと早く来たかったですね。もう1ヶ月経ちましたよね、はいはい、そうですね。まあ自炊もしたり、はい、宮崎の青島にも行ったというお話もね。もうはい2回行って下沢と西田と橋本とオフの日に遭遇するっていう。あ偶然お会いしたんですか。偶然です。そうです。一人で僕あの青島神社の看板って言うんですか、はいはいはい、説明読んでたらなんかデコボコなコンビ来るなと思って。そしたら西田と足元で、下沢とはあのお土産屋さんだったんですけど。下沢選手はまた別で来てたんですか。あそうです。別件バーはですよ。3人とも別件でたまたま同じ時間に会ったっていう。青島神社行ったら選手と会えるかもみたいな感じですね。毎週誰か行ってるんですかね。そんなことないですか。毎週は多分行ってない。まあでも定番いい場所ですからね。お皿投げた。あーそれやってないです。え投げちゃないんですか。え投げた。あの一番奥の。あはいもちろん行きましたけど。お皿投げて。あ、ありましたありました。あれ投げてなんか入ったら願いかなんですよね。投げて投げるんでしたっけ。投げて割れたら。あ投げて割れたらでなんかあるですね一番奥にお皿あります。うちの息子投げたんですよこの前。割れなかったんですよ。ちょっとダメですね。って思うじゃないですか。宇土神宮に運玉ってあるじゃないですか。運玉でしたっけ、はいはい、あれ投げたんですよ僕左手で。お入ったんですよ。すごでもその翌週 PK 外してるんで関係ないっす。じゃあそんなこといやいや誰が聞いてるかもわからないのでこのラジオもね、はい、やらないでくださいよ。まあね、あのサポーターの方で宮崎来たばっかりって方いたらぜひ宮崎の有名な観光地ですので2つとも行っていただけたらなと思います。じゃあ最後第7問目ということで日々大切にしてることがあったらちょっとまあこのパーフェクト岡田選手に教えていただきたいなと思ってます。見つかんないな。もうここは諦めて潔くいろいろ教えてもらった方がいいんじゃないかと私は思う。そこから見つけ出しますからね。だからちょっと大切にしてることとかありましたらぜひ教えてください。そうですね、一つ一つ思いを込めるということですね。それは試合とかでも。試合もそうですし、いろんなあの例えば着た服を畳むとか、綺麗に整えるとか、ちょっと気になるとこだとすぐ掃除するとか、これはすごく僕があのこの今年の1月ドイツに行って感じたんですけど、日本っていう国を出てみて、日本のもちろんいいところ、うん、あとはドイツと比べてのところをすごく感じて、今しかできないことがたくさんあるんだなっていうのをあのすごく痛感したものがあったので、うん、だからこそこんなに日本だったら食事も美味しくて自然も豊かでっていう中で過ごせる一日だったら一つの一瞬を大事にしたいなっていうのをすごく感じて、はい、なので思いを込めるということを大事にしています。大変勉強になりますね。もう本当に私もちゃんと脱いだものは畳んで思いを込めて暮らしていきたいと思います。岡田先生ありがとうございます。な方向性大丈夫しかないのこのラジオの裏側なのになんか全然こう時間が違うんじゃないかみたいな。全然大丈夫です。すみません、はい、ありがとうございます。さあということでここで1曲お届けしようと思います。先ほどね星野源さんが好きということをおっしゃってましたので、え岡田選手にリクエストいただきました。星野源でファミリーソング。鈴木さんと岡田選手と一緒にお届けしていきたいと思います。メッセージがいろいろ来ておりますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームチャボさんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。50得点目おめでとうございます。ありがとうございます。そんな岡田選手に質問です。ゴールを決めた日は自分にご褒美してますか。してないですね。してないんですか。はい何も変わらず。そうです。
なんかちょっといいご飯とか食べたりしないんですか？その日もなんか帰って自炊、ご飯、普通のご飯を食べた。ちなみに何食べたの？もう覚えてない。覚えてなかったです。サッカー選手ってそんな感じなんですか？人によるんじゃないですか、ね、なんか私のイメージだったらもうサッカーでゴール決めたらハンバーグみたいな。可愛いですね。可愛い。違う、そんなじゃないんですね。意外とでも普段通り、普段通りなのかもね。結構ちょっと意外でした。ありがとうございます。続いてラジオネームゆかりさんからいただいております。奈々ちゃん、岡田選手、ジョニーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。話題になってましたが、ゴラッソな同点ゴールありがとうございました。ああいうゴールを決めた後の気持ちってどんな感じなんでしょうか？よっしゃーみたいな、教えていただけたら嬉しいです。正直入ったって感じでしたね。やっぱ、うん、よっしゃ入ったってなる。そうです。自分が一番びっくりしてたかもしれないです。狙うっていうよりも思いっきり振り切っただけだったので。あー、なるほど。はい、そんな感じなんですね。そんな感じというか、ね、やっぱりこうサッカーをしてない私たち一般人からするとですよ、こういうのが気になるんですよね。何考えちゃっちゃろうってやっぱ思いながら見てるので試合を。はい、そんな感じなんですね。そうですね。ゆかりさんからでした。ありがとうございます。さあ、もう一つ、ラジオネーム家族で岡田選手推しさんからいただいております。ありがとうございます。テゲバ初ゴールおめでとうございます。早稲田大学の頃から応援しています。 YS 横浜のアウェー戦は家族で応援に駆けつけます、ということで、見てください、このお写真。あ、わかります。ありがとうございます。このゲープラ31番岡田、はい、掲げてくださって、の時から、はい、応援すごいですね。タオル掲げてもらってましたね。うん、相模原ゴールラスね。ん、相模原、はい、ゴールラスね。あ、これ場所がですか。すいません。なるほど。フルスなんで食いついちゃいました。これです。よくわかりますね。いや、わかりますよ、そりゃ。芝生と網しか映ってないように見えますけれども。それでわかるんですよ。なるほど。まあ、そりゃ思い入れがね、ありますもんね。ですです。はい、ということでいただいておりました。他にもですね、ラジオネームみなともさん、ラジオネームお寿司さん、チャボさん、サンシャイン XL さんからサンシャイン XL いただいております。前回もありましたね。いたね。他にもですね、ちょっとお名前読み切れてないんですけれども、いただいておりました。ありがとうございます。ちょいちょいいるんだよな、面白いラジオネーム。そしてですね、ツイッターの方でもいろいろとつぶやいていただいてます。ハッシュタグテゲバ見てみますと、ボランチいまいちわからん、中間というツイートございますけど、舵取りって意味だよね確か。はい、2人並んだらボランチです。ダブルボランチ。あ、どっちにパスを出すか2人選べる。違います。442の、442とかやめてください。フォーメーションじゃないですか、テゲバの。はい、今のフォーメーションわかります。わかりますよ、それは見ましたから。なんですか。3。おう、あ、違いますか。まあまあ言ってください。3から始まりますよね。待って、ちょっと待って、考えさせてください。全部で11だから3 3 4 3 3 4。逆ですね。4 4 3 3。え、まあ、どっちが分かるやってるんですか今。ディフェンスからっすよ、ディフェンスから。あ、そうですよね。いや、分かんないですよね。そんなっすよ。でもえ、でボランチって何なんでしょう。442とかだと、はい、ディフェンス4、中盤の人たち、真ん中の人たち4、はい、フォワード2じゃないですか、はい、4のこの真ん中の人たち。鹿児島のフォーメーションが4-2-3-1で、うん、なるほど。鹿児島のその2の選手、中盤選手出すとボランチってなって、はい、アンカーっていうのは今のチブさんのポジション、1人だとアンカーって呼ばれます。1人の場合はアンカーで、2人になったらボランチっていう。結構むずいっす。だからもう、これ難しいこと言ってますよね。勉強していきます。続いて、奈々ちゃん、さあ岡田王子って呼んでみよう。これも聞きたかった。みんな岡田王子って呼んでますよね。これ何なんですか。これは町田の時の相性になってるんですかね、はい、なんでまた王子と。これも話すとジョニーさんの話ほどいかないですけど、はい、長くなるんですけど、またどこか呼んでいいんですか。私も岡田王子って。ああ、もうもちろん、はい、うちでもいるんで、橋本が。らしいですね。いますよね、王子、はい、譲らねえとは言われましたけど。やっぱ王子の座は
お互い狙ってるわけです、ね、王子ダービーですじゃもう一つだけ紹介させてください、アルウィン行きます、熱いプレーを楽しみにしてますというツイートも来てます。ありがとうございます、頑張りますね、頑張りましょうね。もうサポーターの皆さんもなんかこうメラメラしてますね最近 ね、 そうですね、サポーター一人一人の洋服の整理整頓が勝利に導くと思います一つ一つの積み重ねなんで、そうですね、しっかりと思いを込めてさあということで今週はアウェー戦パブリックビューイング行われます、宮崎のアミュプラザ前のアミュビジョンにて観覧も無料です。ぜひ現地まで行けないという方にはですね、パブリックビューイングに参加していただいて一緒にテゲバ応援していただけたらなと思います。さあということで最後岡田選手からリスナーの皆さんに一言をいただいてもよろしいでしょうか。はい、次の試合アウェーになりますけど、あの現地そしてパブリックビューイングで、それでも多くのサポーター皆さんと共に熱い戦いが、できれば、そして、勝利を一緒につかみ取れればと思いますので、はい、日曜日も、共に戦いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあということでこの番組最後はですね、テゲバイバイって一緒に言って終わるという、放送のルールがございますので、はい、ぜひ最後一緒に言っていただけたらと思います、はい、そしてですね4月からなんとエンディング曲、すいません私の曲に変わりました。聞いてないですねちょっと勝手に変えさせていただきましたまあもしよかったらですね、あのちょっと歌も軽く聴いていただけたらなと思います。さすが 3F 勝手に系多いですね勝手に1曲目予想、勝手にちょっとエンディングも、はい、4月から変更になっておりますさあということでじゃあせーのって言ったらテゲバイバイという感じで、よかったらね観覧の皆さんも一緒に手を振っていただけたらなと思います。王子に手を振ってください皆さんでは岡田王子よろしいでしょうか。いざ言われるとちょっとびっくりしますね鈴木さんもよろしいでしょうかお願いいたします。テゲバジャーの宮崎全力応援番組テゲバレディオ、また来週です。せーのテゲバイバイ。